キツネの孫は、キツネの孫かキツネの孫族の一年草である。道端に生える小柄な雑草である。やや湿ったところを好む。夏に赤紫の小さな花をつける。本州から、九州、朝鮮、中国から、インド市が、マレーシア、インドなどに分布する。茎は根元がやや横に生い、分子してやや立ち上がる。高さは10から40センチメートル程度。茎は、 下向きの短い毛が生えている。茎には節があり、節ごとに葉を耐性する。葉は長さが2から4センチメートル短い柄があって、卵形で柔らかく、先端は少し尖る。両面に毛が生えている。花は8から10月頃、茎の先端から水上果樹を出す。果樹には花が密につき、それぞれの花は基部につとがあるので、 外見ではそのつとが並んだ棒状の姿に見える。額は深く5列。花はいわゆる唇花型で、上唇は小さく三角形で、先端は2列、下唇は丸く広がって総り、先端は3列、全体は白だが、下唇が広く赤紫なので、赤紫の花との印象が強い。名前の由来はよくわかっていない。 カジが花の咲いた後に伸びるのが狐の尾のようだとか、花の形が狐の顔を思わせるからなどの説も見かけるが、根拠に乏しい。腰痛、風邪引きに薬効があるとも言うが、あまり用いられない。よく見れば可憐な花をつけるが、小さくありふれていることから、注目度は低い。この属には熱帯を中心に約300種があるが、日本にはこの種だけである。ただし、 琉球列島には同種ながらやや歯が厚くて小さい、狐のひ孫がある。名前は、孫より一回り小さいひ孫、と名付けられたと思われる。なお、茎が地表を這う姿になるもので狐の目孫多いが、やはり、琉球列島から報告されているが、これについては疑問視する向きもある。ありがとうございます。